6月6日の農塾通信をお送りしています。あなたの仕事は人工知能からおそらく安全だ。今日は3日目です。経済革命が間近に迫っているという予測が誇張されているという、今日は3日目です。最も有名なのは1960年代にロバート・フォーゲルがアメリカの鉄道について発表し、後にノーベル経済学賞を受賞することになった。多くの人は鉄道がアメリカの将来性を変え、農業社会を産業大国に変えると考えていた。しかし鉄道は運河などの技術にとって変わられるものであり、その効果は非常に小さいものであったことが判明した。1890年1月1日にアメリカが達成したストライトの所得水準は、鉄道が発明されていなければ1890年3月31日には到達していたはずであるということは、実際には鉄道の影響がほとんどないということを言おうとしてるんですね。もちろん AI のような根本的に予測不可能な技術が人間をどこに連れていくのか、誰も確実に予測することはできない。暴走する成長も不可能ではないし、技術的な停滞もありえない。しかしその可能性を考え抜くことはできる。そして少なくとも今のところフォーゲルの鉄道は異様な大写真となりそうだ。独占、労働市場、生産性という3つの領域について考えてみよう。新しい技術は時として膨大な経済力を持つ小集団を生む。ジョン・D・ロックフェラーは石油生成で、ヘンリー・フォードは自動車で勝利を収めた。今日ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグはテクノロジーのおかげでかなり優位に立っている。まあこの AI によるそのまあ産業革命に匹敵するようなあのチャット GTP ですよね。それここではですね、1960年代にあのロバート・フォーゲルがアメリカの鉄道についてあの、まあ、19世紀に起こったことをあの論文で書いてるわけですね。で実際には鉄道があのなんていうか、聞かれたけれども、それだけの農業社会を産業大国に変えるような変化は起こらなかったと言ってるんですね。で AI もどうなるのかちょっと予測はできないけれども、フォーゲルのこの鉄道は一つの参考になってなるということをここでは言ってますね。まあ、いずれにしても過去においてはロックフェラーとかヘンリー・フォードのような、また今の IT であればジェフ・ベゾフとかザッカーバーグのようなテクノロジーの、まあ、資産家が出現したということは言えるわけですね。